駅出入口仙台貨物ターミナル駅は宮城県仙台市宮城野区宮城野にある日本貨物鉄道東日本旅客鉄道の駅である東北本線支線上にある発送到着地と駅名を一致させる必要があることから JR 貨物の営業上の駅名は2011年3月12日のダイヤ改正をもって宮城野駅から 仙台貨物ターミナル駅に改称された。JR 東日本の駅にもなっているが、営業開始以来旅客列車の設定はない。そのため分類上は、一般駅であるが、実態は、貨物駅となっている。また、旧正の頃に正式名称は、宮城野駅であるが、宮城野原駅との混同を避けるために、宮城野貨物駅と呼ばれたこともある。運行管理上は、 現在も宮城野駅のまま解消されていないようである。もともと仙台駅は旅客も貨物も共に扱う駅だったが、戦後の復興の中で1946年に宮城県と仙台市、及び国鉄が協議して仙台駅の客下分離を決定した。新しい貨物駅の場所は宮城野原連平城跡地とされ、東北本線の長町駅と東仙台駅の間に、 連平城跡地を経由する貨物船が建設されることになった。国鉄は1950年に当時の大倉省から連平城跡地18万5千平方メートルの払い下げを受け、さらに翌年に民有地4千平方メートルを買い取った。また仙台市はこれに関連して1956年に2億5600万円分の鉄道再建を引き受けた。 新駅と新線の建設は1958年4月16日に着工され、まず1960年に長町駅と東仙台駅の間に新しい貨物線が完成した。この翌年の1961年に新しい貨物駅である宮城野駅が開業し、これと同時に宮城野駅に隣接する仙台市中央、卸売市場までの貨物支線と、 同市場内の仙台市場駅も開業した。この仙台市場駅を呼び、貨物支線は、仙台中央卸売市場が、卸町に移転する1974年まで営業した。1960年代に、仙台臨海鉄道の計画が立案されると、宮城野駅はその起点の候補の一つに挙げられた。しかし検討の結果、軍用船に跡地を活用できる。 陸前三能駅から分岐する経路で仙台臨海鉄道は建設されることになった。また、1970年代になって東北新幹線の建設が具体化すると仙台市東部地区住人が新幹線駅東部地区設置規制同盟会を結成して宮城野駅付近への新幹線駅実現を目指した。この他には既存の仙台駅へ新幹線駅併設を求める。 新幹線源、仙台駅建設促進規制同盟会や、長町駅に、新幹線駅を実現しようとする、新仙台駅誘致船難規制会が、新幹線駅の誘致活動をそれぞれ展開していた。国鉄は既存の仙台駅への新幹線乗り入れを、希望し、また地元の代表者などで構成される、デベロッパー委員会も、既存の仙台駅への新幹線駅併設が、 望ましいと意見を表明し、その通りに建設されることになった。昭和50年代前半の東北新幹線工事期間中には、新幹線仙台駅工事に伴う深や時間帯の前確保のため、新大特急列車や夜行急行列車の一部が仙台駅を迂回して、宮城の貨物線を走行した。また、迂回運転される列車で、迂回前に、 仙台駅停車だった列車は、長町駅への停車に変更され、長町駅と仙台駅の間には連絡バスが運転された。後年の2005年4月9日、夜間に行われた仙台駅、信号設備更新工事の際にも、仙台特急、北斗星とカシオペアが、宮城の貨物線経由で運転され、この時も長町駅で旅客の乗降を行った。 2018年現在、仙台貨物ターミナル駅を JR 貨物の車両基地である仙台総合鉄道部や国道4号の仙台バイパスに近い岩切地区に移転させ、その跡地を宮城県が広域防災拠点として整備する計画が進められている。16.8ヘクタールほどの敷地を持つ地上駅。南北に通る複線の宮城の貨物線の西側に、 構内が広がる。コンテナホームは合計8面、2 0線は13本ある。駅業務は仙台臨海鉄道宮城の事業所が受託する。上下の本線に隣接する列車の着発線は3本。着発線の西隣には側線があり、コンテナホームに隣接する一線が2 0線となっている。このホームは島式であり、 反対側にも一線二役線がある。ホームの西側には、コンテナホーム三面と二役線三本がある。西側の端式ホームの西隣には、かつて有害者用ホームとして使用され、現在は倉庫として使用される上屋が残る。これら三つのホームの北側には、仕分け線、留置線群が置かれている。仕分け線、留置線群の西側にもコンテナホームが置かれる。 ホームは、島式3面と、単式1面で構成され、2 0線は8本ある。なお、2 0線1線が舗装され、ホームの一部となっているため、その2 0線に隣接する線路も2 0線になっている。着発線からは300メートルほどの長さを持つ、引き上げ線が伸びる。着発線隣接のホームに接する2線の2 0線や一部の側線を除き、 二役線及び仕分け線、留置線はこの引上げ線から分岐する。構内は着発線を除いて電化されていない。そのため、構内の入れ替え作業は仙台総合鉄道部に所属するで重軽ディーゼル、機関車が担当している。駅本屋は構内の南西端、宮城の2丁目交差点閣に設置されている。 営業窓口の JR 貨物仙台営業支店も駅本屋に入居する。その他、駅構内には仙台総合鉄道部宮城の発出や東北保全技術センター、コンテナ研修庫、日本運輸倉庫運営の倉庫などが設置されている。当駅はコンテナ貨物と臨時の車扱い貨物の取扱駅である。コンテナ貨物は 12フィート20フィート30フィートの鉄道コンテナと20フィートの海上コンテナを取り扱う。取り扱い品は、発送貨物では席合わせ貨物、清涼飲料水、ビール、食料工業品など、到着貨物では席合わせ貨物、紙、化学工業品、清涼飲料水、機械、野菜などが主なものである。また、産業廃棄物、 特別管理産業廃棄物の取り扱い許可を得ており、これらが入ったコンテナの取り扱いも可能。主に仙台市周辺、宮城県南部、福島県浜通り北部を周廃エリアとする。また新仙台郵便局への郵便物も当駅より運ばれている。宮城県は仙台貨物ターミナル駅が立地する仙台市、宮城野原地区に、 広域防災拠点を整備することを計画している。広域防災拠点の性質として、傷病者の搬送や物資の搬入に関連した県内外との交通アクセスが求められる上、周辺には仙台医療センターのみでなく陸上自衛隊、仙台駐屯地や霞目駐屯地が立地することから、計画地に当地域が選ばれた。平成28年6月には、 JR 貨物と宮城県で仙台貨物ターミナル駅を移転し、敷地を売却することで合意し、従って、当駅は宮城野区、岩切地区に移転することになった。新駅は国道4号線を挟んで、仙台総合鉄道部が立地する宮城野区、岩切地区に開設する予定で、コンテナホームを3面、列車の着発線を8線、留置線は4線。 研修船は5000配置する。建屋は、敷地中央に、検査や修繕を行う、貨車研修校を置くほか、敷地北側に総合事務所と、鉄道貨物倉庫や、荷さばき用貨物上屋などの倉庫類計、延べ約16,900平方メートルを建てる、予定である。新駅は、e、E&S 方式で整備される予定で、無人運転トラックや、 入れ替え機関車の遠隔操縦といった技術を導入するなど最新の ICT を活用した次世代貨物駅スマートターミナルを目指す。建設予定地域の岩切は岩切畑中遺跡をはじめ縄文時代から近世にかけての遺跡が点在しており埋没した文化財調査などが必要となることから工事が遅延している。駅の西側は運動公園。 東側は住宅地と接する。ありがとうございます。